5歳から、岡崎裕二先生のアトリエに通い始めて、10歳で、見る人が楽しくなるような現代の装飾ですね、飾る絵ですねになりたいと思ったのが、画家になるきっかけでした。しまなみ海道を愛する、私としてはですね、この30年近く、5つの島で、教室を持ちまして、小学生を中心にして2歳から90歳まで、関わらせていただきましたが、その中で、中学生、美術クラブの、子どもたち生徒ですね、私と、3つの、30メートルの壁画を制作したことがとても本当に楽しかったことです。2010年に、パリのモンマルトルで個展ができまして、それでパリの芸術家たち、全世界から集まってる、たくさんの方たちと、お友達になることが、できまして、それで彼らは、日本に行ってみたいし、日本で、自分たちの作品を発表したいというね、声も多かったんですね。で、私も頼まれてきまして、で、それを現実にどうすればいいのかを今考えて、で、それに向けてもう一生懸命、活動を開始しているところなんですけれども、私にとって大好きな因島、そして大好きな因島市民会館っていう場所で、国際的な文化の発祥の場として、フランスの芸術家たち、画家、音楽家、本当に、死ぬ思いで頑張ってる友人たちと共に、因島を国際的な文化の発祥の場にできればいいかなと思ってるとこです。